本日は SSRS の使い方についてお話しすることになっていますが、このテーマで講演するときは必ず SSRS が用いられるに至った公衆衛生上の背景となぜこれを使用することが重要なのかについて少し説明してから本題に入ることにしています。そもそも医学領域では精神医学領域においてさえも 最も基本的な自殺行動や自殺関連事象の定義すら曖昧だという問題があります専門用語の定義がきちんとなされていないことが研究と臨床の双方にとって大きな障害となっています同じ有害事象でも12種類もの呼び名がありますその一つが自殺機とあるいは自殺機とではない脅しや不利です その多くは否定的な表現で、重篤性や致死性との関連について正しく把握せずに、操作的だとか重篤でないといったレッテルを貼ってしまうことが多いのです。薬を三錠しか飲んでいないだってそんなのは自殺行為なんて言えないよ、などという人もいますが、実際にはデータから別の側面が見えてくるものです。 当然のことながら、こうした点が自殺の管理を難しくしています。自殺行動と自殺燃料をきちんと判別できなければ、いくら一生懸命になっても、自殺行動と自殺燃料の理解や管理、治療はできません。医薬品安全性データにもそれが大きく影響し、疫学統計の信頼性も損なってしまいます。 同じ定義を用いてもいないのに比較などできるわけがありません。臨床試験でもきちんとした解釈ができず、本当ならば自殺とすべき有害事象を見逃していたり、逆にそうでないのに自殺に分類している可能性があります。問題点の実例をご紹介しましょう。これは抗うつ薬に関する FDA の医薬品安全性解析や 無作為化比較試験から拾い上げたものです。最初の例は、10歳の男児がロープで首を吊ろうとしたというものです。責任医師は、これを重篤な有害事象とはみなさず、パーソナリティ障害から来たものと判断しています。実際のところ、自殺期とは認められなかった、とのことです。次の例では、6カプセルという過料服用で、 現実に意図的な行為であったにもかかわらず、偶発的過量投与としています。ブラインドのコードを首に巻きつけて自殺すると脅した行為は敵意として片付けられています。次の例は、世界に響き渡る平手打ちと仲間打ちで呼んでいるものです。というのも、これについては FDA と私自身が文章にしていて、最近では、 SSRS がニューヨークタイムズの一面記事で取り上げられたくらいです自殺の評価はそれくらい大きな問題だという証拠でもありますそれでここでも取り上げたのですがなんと自分の顔を平手打ちするのを自殺人だという人がいるのですね顔を手で打ったくらいで自殺人と呼ぶべきでないのは明らかです ここで指摘したいのは、おかしな評価をする人がどうこうというのではなく、どう評価すればよいのか、教育、訓練するシステムが全くないのが問題だということです。もう一つの例では、自分で銃を撃って腹部に怪我をして回復術を受け、その後に内臓脱出症をきたしたのですが、有害事象名は単にヘルニアとされています。最後の例は、 悲劇的な終わりを遂げていなければ笑い話と言ってもいいようなもので患者は承認保護プログラムの適用を受けていた人です承認保護プログラムのもとに置かれていて医薬品の臨床試験にどうやって参加できるのか不思議だといつも言っているのですがこれは作り話ではなく本当にあったことでギャングに不利な証言をした人だそうですこの人は明らかに自殺で死んだのですが 弁護士に電話をして医者ではなく弁護士ですよ助けてくれ死ぬぞと言い自殺で死んで見つかったそうですこれも疑問を呈したくなるケースですこのような問題があるわけですがその打開策に着手した結果はどうでしょうかまず抗うつ薬の試験で標準化を行ってみたところ 自殺機とが50%減少し自傷行為の発現率も50%減ったわけで有害自傷名の付け方に工夫をすべきだという理由が明らかになりましたこれはこのような場面で誤った分類をすると実際のリスクを過大評価することになるという先行臨床試験と一致していますしかしこれではまだ十分とは言えません どういうことかというと、精神医学の領域も含め、過去の臨床試験はいずれも、実際には自殺について評価しようとしたものではないからです。FDA のリスク分析で使ったデータは、自発的に報告された有害事象です。すなわち、実薬の投与を受けている患者では、頭痛や胃痛など、種類は何であれ、有害事象が生じやすいという問題があります。 責任医師は被験者に接触することが多いので自殺関連の出来事について聞く機会も多いというだけであって自殺リスクに本当に差があるというわけではないとも言えますデータの収集法またはどのようなデータを求めているかで自殺関連事象に違いが生じるというだけのことかもしれないのです実のところ集めたデータを系統的に調べると 有害事象で明らかになったと考えたリスクが実際には存在しないという事態が多くの領域で見られます目的にかなった設定になっていないだけのことなのです関連性が見られたとしても因果関係があるとは言えません SSRS がまず対処するのがこのようなバイアスです SSRS は臨床試験で系統的に実施して自殺関連事象を追跡できるように作られたものです FDA による利用を見込んで開発したシステムなので FDA をはじめとする多くの機関が使用を要求または推奨するようになるでしょう新たなデータが大量に集まったならば最もよく利用される評価スケールになると思います この開発には一流の専門家が多数参加し、エビデンスに十分基づいたものとなっています。重要な点は、評価に要する時間が比較的短いため、負担が少なく実施しやすいことです。自殺行動と自殺燃料の両方について、独立した評価を行います。自殺に関する大規模な試験で、評価時間がたっぷりあったとしても、 自殺燃料について時間をかけて測定し、自殺行動についても時間をかけて調べ、しかも両者を合わせて検討することができないというのでは仕方ありません。このスケールは負担が少ないにもかかわらず、どのような状況でも評価することが求められる最も必要性の高い特性だけを選んで組み込んだ包括的な尺度だと考えています。自殺燃料は、 死んでしまいたいという願望から具体的な計画や実行する意思を伴う積極的な自殺念慮までの5段階で評価します死んでしまいたいと思ったり眠ったまま目が覚めなければいいと思ったことがありますかまたは自殺したいと実際に思ったことがありますかという2つの質問だけで済む場合もあります この2つの質問の両方に、いいえと答えれば、自殺燃料はないわけですから、それ以上質問する必要はありません。自殺行動については、4項目で評価しますが、必要な質問はごく少数です。過去の臨床試験で明らかになった問題点は、すべて解決してあります。すなわち、まず定義を示します。次に、 ある行為を自殺的と呼ぶべきかどうか判断するための質問を用意してありますいわゆる反構造化インタビューなので柔軟性があります用意されている質問はあくまでも補助的に利用してもらうためのものでそのすべてあるいは特定のどれかを必ず尋ねなければならないというわけではありません適切な回答が得られさえすればいいのです例えば 自殺を図ったことがありますかと尋ねて、患者が、はい、どうしても死にたくて薬を50錠飲みました。と答えたならば、自殺基とに分類するのに十分な情報が得られたわけですから、それ以上質問をする必要はありません。情報源に関しては、このようなインタビューでは、臨床的に判断を下すのに役立つものなら、手に入る情報すべてを利用することが望ましいです。 大抵は患者自身が自殺機とや自殺燃料に関する最も確かな情報源となるものですがそうでない場合もあります例えば患者の妻が電話をかけてきて夫が自殺を図って ICU に入れられました200錠も飲んだんです遺書もありますと知らせることもありますこの妻からの情報で自殺機とに十分当てはまりますから 患者と直接話す必要はなくなります次は自殺念慮について見てみましょう死んでしまいたいという願望から具体的な計画や実行の意思までカバーしています精神医学の世界では実に長い年月にわたり自殺念慮についてこうした考え方をするよう訓練されてきてはいましたがこのようにきちんとした評価スケールの形は取られていませんでした まず、死んでしまいたいという願望について質問を開始します。死んでしまいたいと思ったり、眠ったまま目が覚めなければいいと思ったことがありますかまたは、自殺したいと実際に思ったことがありますかと尋ね、両方ともいいえであれば、先に申し上げたとおり、自殺念慮についての評価は完了です。ただし、2番目の、 自殺したいと実際に思ったことがありますかに対する答えがはいであった場合は、3のどうやって自殺するかを考えたことはありますか ?4 の自殺したいと思いそれを行動に移そうと思ったことがありますかそして5のどうやって自殺するかについて具体的な計画を立てていますかに進みます。自殺を考えていなければ 方法や意思、具体的な計画や意思はありえませんから、これらの質問は解分類になっているわけです。自殺燃料の種類が明らかになったならば、さらに追加質問をして、自殺燃料の度合いを判定します。これは、最も深刻な自殺燃料に限定して尋ねます。その頻度、持続時間、制御の可能性、抑止要因、 自殺燃料の理由についていくつか質問をしますここに挙げた自殺燃料の理由はベックの研究グループと協力して選定したものですベックはベック自殺うつ病スケールでご存知の方が多いと思いますが彼らのデータの検討に私たちも参加しましたここに挙げた項目は自殺起水をかなり正確に予測できるものです ここでも必要とするのは最小限の情報です。自殺念慮があると判断されたならば、そのうちで最も深刻な自殺念慮について尋ねてください。具体的には、そのように考えることはどれくらいの頻度でありましたかそのような考えはどれくらい続きましたか自殺について考えることや死にたいと思うことを 抑抑えええようとと思えば抑えることができますか死にたいという考えや自殺するのを思いとどまらせた人や事柄、例えば家族、宗教、死の痛みなどがありますかと尋ねます。そして最後に理由について尋ねます。死にたいと思ったり自殺しようと考えたのはどのような理由からでしたかそれは苦痛を終わらせたり、 その時抱えていた感情から逃れる。例えば、そのような苦痛や感情に耐えながら生きていくことができなかったためでしたかそれとも、誰かの注意を引いたり、復讐したり、何か反応を得るためでしたかまたはその両方でしたか苦痛から逃れたり、苦痛を終わらせなければ生きていくことができないという場合は、それ以外の理由に比べてより深刻です。 頻度が高い、持続時間が長い、制御しがたい、抑止要因があまりない、しかも苦痛から逃れたり苦痛を終わらせるためだという場合は、より深刻度の高い自殺念慮と言えます。次は自殺行動に進みましょう。自殺行動に関する部分は、すべてこの自殺機との定義に基づいています。この定義は、 NIH が実施した75の臨床試験で裏付けられており、また全世界の自殺学者からも大きな支持を得ています。自傷する恐れがある行動で、その行動により死にたいという願望を多少でも伴っていた場合、というのが定義ですが、少し詳しく説明しましょう。まず、自傷する恐れがある行動であって、自傷行為ではない点に注意してください。 傷や危害が実際に生じる必要性はありません。その恐れだけで十分なのです。例えば、銃を口に含み、引き金を引いたけれども、たまたま銃が発射しなくて怪我をしなかった、という場合も、引き金を引いたという時点で自殺機とになります。肉体的損傷の有無は問いません。さらに、死にたいという願望を多少でも伴っていた場合、 とありますが、自殺したいと思っている人は、大抵複数の動機があり、そのどれかが自殺への行為を招くのです。自らを死に至らしめようとの意図は5%で、95%はボーイフレンドを怒らせたいというものであったとしても、自殺行動と呼べます。最後に、その行動により、という点ですが、これが実に重要な点です。 すなわち行動と意図が結びついている必要がある行動の理由がなければならないということです手段は何でも構いませんが自殺する方法としてその行動をとっている必要があります自らを傷つける行為で気分を楽にしたいという理由で自分の体を傷つける場合がありますその背景にはおおむね自殺を考える気持ちがあるわけですが 自殺起ととは言えません自殺の理由がないからです時には臨床的に行動や状況から自殺の意図が推定できる場合もあります例えば死ぬ意思を本人が否定したとしても自分の取った行動で死に至る可能性があると考えていたのであれば自殺の意図が推定できますいわゆる臨床的に印象的な出来事です これは例えば、8階建てのビルから飛び降りようとする、自分の頭を銃で撃つ、薬を200錠飲む、火の中に飛び込むなど、死亡の可能性が極めて高い行動で、自殺以外の意図が考えられないものを言います。他に、自殺基とに関して重要なのは、薬の1錠目を飲んだならば、あるいはナイフで体を少しでも傷つけたならば、 たとえ5秒後に心変わりしたとしても、また、合理的に考えて、これで死ねるはずがなかったとしても、それは問題にならず、飲んだ時点、ナイフで傷をつけた時点で自殺起訴になるという点です。ここに質問を用意しました。自殺起訴に関する最初の3つの質問ですが、先にも申し上げました通り、そのすべて、 あるいは特定のどれかを必ず尋ねなければならないというわけではなく必要だと思われるものを選択して質問するだけで良いのです患者自身は自殺基礎だとは考えてさえいない場合もあります2番目の事例では何を評価すべきかをご理解いただけるかもしれません自殺基礎と自殺の意思を伴わない自傷行為等を判別していきましょう 自傷行為とは、100%自らの命を断ち切る以外の理由であった場合、例えば自らを傷つける行為により、内的な状態に影響を及ぼすためであったり、周囲の注意を引く手段としての行動と呼ばれますが、外部の状況に影響を及ぼすためである場合を指します。例えば、屋根に登ったら きっと自殺するつもりだと考えて、皆が気の毒に思ってくれるだろうというので屋根に登る。などは、まさしくこの行動です。実際には死ぬ意図は全くなく、他人の同情を引きたいに過ぎないからです。仮に、うっかりと屋根から落ちて亡くなってしまったとしても、自殺の意思を伴っていませんから、偶発的な死に過ぎません。では、ここに挙げた事例を順に見ていきましょう。 いずれも実際にあった事例です。最初の患者は母親の家から逃げ出したいと思っていました。イブプロフェンの致死量を調べ、6錠服用しました。本人は致死量について調べた結果から、その量は死ぬには不十分であると確信していたそうです。死にたいわけではなかった。母親の家から逃げ出したかっただけだと本人は主張しました。 緊急処置室へ運ばれて医洗浄をし、精神科病棟に入院しました。これは自殺起とに該当するでしょうかこれは該当しません。この事例については注意すべき点がいくつかあります。まず、この少女に関する記録では完全に自殺起礎とされていました。誰かが時間をとって、なぜという質問をしないと、 より正しく信頼性の高い情報は得られないものです常にそうだと言えるでしょうさらに注意しておきたいのはこの少女は他にも自殺起動したことがあって前の時は死にたいと思っていたけれど今回は母親の家から出たかっただけとはっきり言っていた点です複数の出来事があった場合それぞれ分けて評価しなければなりません 同じ患者で以前の事象が自殺だったから今度も自殺だろうと想定してはいけません。次の事例は若い女性です。ボーイフレンドと喧嘩した後死にたい気持ちになり衝動的に包丁を手にして手首に引っかき傷をつけました。しかし実際には皮膚を深くまで刺したり出血したりする前に考え直してやめました。この事例はどうでしょう 自殺機とに該当するでしょうかこれは自殺機とに該当します次の事例は自分が無視されていると感じた女性です台所に入っていったら母親と妹が話をしていたそこで引き出しからナイフを取り出して自分の腕に切りつけたわけです本人は死ぬ気は全くなかったそんな気持ちはこれっぽっちもなかった ただ二人の注意を引きたかっただけだと言っています。この場合はどうでしょうかこれは自殺期とには該当しません。では、ボーイフレンドと口論した後手首を切ったという場合はどうでしょう皆さんはどう判断しますかこの場合は十分な情報がありませんから、どちらとも取れます。どちらの可能性もあるわけで、判定するには情報が足りません。 なぜかを確認する必要がありますこの他に実際の自殺機とには寸でのところで至らなかったというような自殺行動も注意深く評価する必要がありますその一つが中断された自殺機とと呼ぶものです自殺をしようと取り掛かったところで誰かあるいは何かによって止められた場合です まさに飛び降りようとしていたところを誰かに引き下ろされたとか、銃を手に持っていたのを取り上げられたなどです。中断した自殺機とというのも同じことですが、こちらは本人自らがやめた場合です。手に持っていた銃を下ろす、あるいは屋上まで上がったけれど考え直して引き返したなどがこの例です。43歳の男性が、 あらかじめ決めておいた場所で車を高速で運転しながら道から外れようと計画したのですが途中で心変わりして引き戻したというのもこれに該当しますこれら以外で自殺する意図があったすべての行動が最後の分類に入りますただし言葉にするだけでは行動とは言えませんこの例としては薬を手に入れる 銃を購入する、衣装を書くといったことが挙げられます。この点を調べるには、自殺機とあるいは自殺の準備として何か行動をとったことがありますか例えば、薬や銃などを手に入れたり、大切なものを手放したり、衣装を書いたりしたことがありますかと質問します。先に挙げた例が質問の中に組み込まれていますね。 自殺行動について調べるときは、当てはまるもの全てにチェックしておきます。最初に患者が、実際に2回自殺を図り、1回中断したことがある、と話したならば、それを記録しておきます。ただし、明確に切り離せる行動だけを選び出します。例えば、実際の自殺期との一環として遺書を書いたという場合、 予備行動と自殺期との双方にチェックすることはしません衣装を書いたのは自殺期との一部であって切り離せないからですでは評価スケールの自殺期とに関する部分を詳しく見てみましょう先にも申しました通り全部の質問あるいはどれか特定の質問を必ずしなければならないわけではありません この最後の回質問を見てください。または死ぬ可能性があることを意識していましたかとありますね。死ぬ意思はなかったと本人が否定したとしても、自分の取った行動で死に至る可能性があると考えていたのであれば、自殺の意図を推定できるとお話ししました。患者が自殺の意図を否定した場合でも、この質問をすれば、実際の意図の有無を推定できます。 ここでもう一つ重要なのは自殺ではないが自傷する恐れがある行動をしたことがあるかという点です。これは実に重要です。なぜかというと、これがわかれば自傷を適切に評価して排除したこと、すなわち適切な評価の上で自殺ではないと正しく判定したことが確認できるからです。 この点について尋ねなければ、3つの質問すべてに対して答えがいいえとなるだけで、自殺ではないとの判定が適切かどうか確かなことがわかりません。もちろん、自殺起水は明らかに自殺ですので、ここに記録します。起水はいろいろな状況で起こり得ます。例えば、残念ながら夫が自殺してしまったと奥さんが電話をしてくることもあるでしょう。 こうして事実を知るわけですが、自殺と呼ぶに十分な証拠があったならば、それを記録することです。先に最小限の情報と申し上げましたが、致死性はそうした情報の一つです。致死性については、二つの面から検討します。まず、肉体的な損傷として何が生じたかを見ます。何が起こり得たか。 あるいは怒って当然だったかではなく実際に起こった事柄に注目しますただし肉体的な損傷がなかったというのは致死の可能性の一側面についての回答に過ぎません薬を二錠飲んだというのと頭を銃で撃とうとしたが銃が発射しなかったというのとは区別することが重要です実死性に関する一つ目の質問は 自由回答形式の質問にする必要があります。すなわち、何をしたんですかと尋ねます。体を切ったのであれば、手当てとして絆創膏を使ったか、それとも包帯を使ったか、また、血は少し出ただけか、それとも大量に出たかと聞きます。これは例にすぎませんので、適切な質問をして、 その回答に基づいて、0から5の中から該当するものを選択します。0は肉体的損傷がないか、ひっかき傷のような極めて軽度の肉体的損傷の場合です。体の表面にちょっと傷ができた場合でも0です。これはうっかり傷つけたものです。記録用紙には0から5までの段階が載っています。 4は、入院過量が必要な重度の肉体的損傷で、それに該当する例が挙げられています。5は、死亡です。ただし、すでに述べたように、実際の肉体的損傷がない場合には、致死可能性の質問に答えることになります。電車が近づいてくる線路に横たわっていたけれども、引かれる前に救助されたというのがもう一つの例です。 先ほどの銃が発射しなかった例と合わせて、いずれも2の治療を施しても死に至る可能性の高い自殺行動に該当します。記録用紙には自由記入欄もあり、はいの場合、その詳細と指示してあります。この欄に書くべき最も重要な事項は、具体的に何をしたのか、そしてなぜそれをしたのか、また自殺だ、 あるいは自殺でないと判定した根拠です自殺燃料と自殺行動は必ず分けて評価してください自殺燃料を否定したから自殺行動を起こすことはないと考えてはいけません実際自分は自殺など考えたことがないと思っていながら自殺起動を認める例もあるのです 評価時期については、ベースラインでは自殺期との合計回数など、これまでに起こった自殺に関連する全ての出来事を記録しますが、自殺燃料については少し違う扱いをします。これまでの人生における自殺燃料の平均を代表として評価するのは難しいからです。そこで、これまでの人生で自殺燃料が最も強かった時期、すなわち、 これまでの人生で最も自滅的な気持ちが強かった時期、死んでしまいたいと思ったり、実際に自殺したいと考えた時期を取り上げます。その後のフォローアップ評価では、前回の評価以降に生じた事柄すべてを把握し、記録するようにします。前回の診察以降何々しましたかあるいは何々と思いましたかなどと尋ねます。 最後にもう少し事例を挙げておきましょう。この女性は、問診の1週間前に失恋のため、胸が張り裂けるような思いをしました。クロナゼパムを4錠服用してから、女友達に電話をかけて、すべて打ち明けました。本気ではなかったと主張しましたが、薬を過量服用した時には死にたかったと話しています。さてこの例はどううでしょう 中断された自殺機と、中断した自殺機と、あるいは自殺機とでしょうか、どうでしょうか。この場合、意図的に4条服用していますので、自殺の意図ありと考えられます。次の事例では、臨床試験担当者が残薬数を調べていて、6条なくなっているのを発見しました。そこで患者に問いただしたところ、 後日に全部飲んで自殺できるように貯めていたことを認めたのです。さてどうでしょう。自殺期と、中断された自殺期と、中断した自殺期と、予備行動のいずれに判定しますかこれは予備行動に該当します。では、最後の事例に参りましょう。患者は、 12歳の時から自殺を考え始めたと語りました事故に見えるようにバスが停止できないタイミングでバスの前で転倒したふりをするのはどのくらい簡単だろうかと考えていましたしばしばそんなことを考えていたのですが行動に移す勇気はなかったということですさてどうでしょうこれは自殺念慮と考えられます その種類としては、3番目の自殺方法の考えありに該当します。計画までには至っていません。ちなみに、計画というのは、もっと具体的なものを言います。来週の火曜午後3時に、夫の薬箱からあの薬を出せば、夫は仕事中だから、帰ってきて私を止めることはできない。というのが計画です。 計画というにはこの少年の場合よりもっと詳しいものでなければなりません最後になりますが精神医学の臨床試験でも他の医学領域の臨床試験でもうつ病評価スケールはよく使用されそこには自殺の項目も入っていますですからそれで十分ではないかなぜ自殺専用の評価スケールが必要なのかという疑問も当然あります これは DSM を開発したスピッツァーのうつ病評価スケールである PHQ9 から取り出した項目です。プライマリケアの場で気分症状を評価したり診断を下したりするには便利なものです。しかし自殺に関する項目では死んだ方がましという考えとあります。死んだ方がましは消極的な自殺燃料にさえ入りませんので 自殺とは考えません自分自身を傷つけるというのは単なる自傷行為あるいは自殺のどちらとも取れますこのどちらの表現も偽陽性を多く出す原因になります私たちは大規模な試験を実施しこの項目について SSRS を使って追跡調査をしましたその結果自殺について正しい質問をすれば そそもそも自殺と呼ぶべきではない多数の事例を排除できることが明らかになりました。